リアル介護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 。Nウェーブリスナーの方々こんばんは。第123回目のリアル介護が始まります。本日も、安官民間の富所さんに代わりまして私磯日彩香が担当させていただきます。よろしくお願いします。安官民間の富所もう言わなくていいんじゃない。いいんですか。言わなくていいと思う。富所さんごめんなさい。さあそして今日はですね、前橋シティ FM 代表の丸岡さんです。本当にお久しぶりです。すいません。僕もね、富ちゃんのこと偉そうに言えないんですけど、2ヶ月ぶりぐらいのような気がするんだよね。そんなにですかね。そう、なんかその知らない間にね、とまる君が丸々とこう太こいちゃって、うん、やっぱりそのぐらい、2ヶ月ぶりぐらいです。そうですね。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてタウン介護のとまるさんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ今日はこの3人で番組を進めていきたいと思います。はい、まずこの番組は毎回いろんなゲストを招きし、介護の実態をリスナーの皆さんと共有したり、介護の世界って明るいんだ、楽しいんだってことを伝えていく、またそれ以外にも様々な情報を発信していく番組です。この番組は YouTube でも動画配信をしておりますので、ぜひリスナーの皆さんにご覧いただき、動画配信をご覧になった方々にはチャンネル登録もしていただきたいと思います。チャンネル名は言っていいですよね。はい、しょうがないね、ここはね。しょうがないですね。ひらがなでトミチューブで検索お願いします。はい、さあそれではお待たせしました。今回のゲストをご紹介させていただきます。今回のゲストは広金行政書士事務所代表であります広金さん、そして実家片付けいろは主催の小野さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでリスナーの皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。リアル介護、群馬の介護をより良いものに。この番組は群馬の介護のことならタウン介護の提供でお送りします。群馬の介護をより良いものに、リアル介護。というわけで丸岡さんと松さん、はいはい、ね、フリートーク進めていきたいと思いますけど、はい、まずはお二人の自己紹介からお願いします。小野さんからお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実家の片付けをサポートしております小野と申します。はい、片付けに私がハマったきっかけをちょっとお話しさせていただきたいと思いますね。家族で高崎の方に住んでたんですが、前橋市で一人暮らしをする母、はいがいまして、ちょっと主治医の先生から一人暮らしはちょっと難しいよっていうお話があってですね、家族で高崎から前橋の実家に引っ越したっていうところから始まるんですけれども、もともとマンションの方もそんなに広いマンションじゃなかったので、マンションの中にトランクルームっていう倉庫みたいなのを借りてたんですね。で、子供が生まれて、まあ、物が増えたので、それを倉庫の方に移動して、まあ、その時は快適には過ごしてたんですけど、引っ越しをする時にその倉庫にあったものをほとんど処分して引っ越したっていうところから、はい、まあ1ヶ月2000円ぐらいの倉庫代だったんですが、1年間で24,000円、まあ、10年住んだとして24万円、私は24万円を不用品のために払っていたのかというところで腹の気がつき、なるほど、これはちゃんと片付けのことを考えなくちゃいけないなっていうところから始まっているんですね。はあ、なるほど。はい、で一応今、80代とか90代の方、70代の方もですけど、物が少ない時代にこう物を少しずつ増やしていくことで幸せを感じてきた世代ですので、はいはい、なかなかやっぱり手放したり捨てたりするのが難しいんですよね。だからそこのところで私たちは55歳からの片付け講座という講座と、あと私は実際にクライアントさんのお宅にお邪魔して片付けをお手伝いするということもやっています。はい、なんで55歳かっていうと、まあ、子供がまあ巣立って、はい、独立して一段落ついたり、まあ、あとは、定年退職で、ね、お仕事辞められてご自宅にっていうところで、まあ、55歳ぐらいから気力とか体力があるうちに
ちょっと片付けをしないと、ああもうねできなくなっちゃうんですよね、はいはい、それで55歳くらいの片付けをっていうことでお話しさせていただいてるんですが、もともと片付けってやっぱり自分のためでもありますし、はい、残された家族のためでもありますし、あとは地域のためっていうところで、うん、あの例えば空き家が増えて群馬もすごく増えてるんですけど、うん、そういったところで地域のためにも片付けが必要だっていうところで、私があの先生広金先生がやっている、うん、あの空き家セミナーに行ったっていうことがきっかけで、なるほど、私がスカウトして一緒にやらせていただいてるっていうところですね。ああ、そういうことなんですね。空き家セミナーも気になりますね、丸岡さんね。ね、実家の片付けって今おっしゃってて、はい、まあ、僕はもうその次の段階なんだけど、ほら僕も実家を出てね、はい、親が要はもう両親が亡くなられました、うん、で自分は違うとこ住んでます、はい、実家のものが片付けられないって言って、まあ、なんていうのできない、あのまずここの部分でね、でね、第三者ある方にね、やっぱりもう丸岡さん、もうそろそろ丸岡さんこれこのままにしちゃってもうキリがないよと、でその人がね、もうある程度その人が第三者的な立場で分けてくれたんですよ、まあ、アルバムだとかそういったものはまあこれは取っとくんだろうと、はいはい、こんなものは取っといてもしょうがないけど、うん、僕は知らないで分けてくれる、はい、それで丸岡さんこれで、ね、この中から捨てるものと残すものを、ね、自分で選びなってことでね、でやっとこう片付けられたみたいなね、あただ身辺整理がうまくできないんですよね。ただ実家の片付けはできたんですけど、身辺整理でも人生100年時代なので、そうです、まだねこれから生きる時間が長いんで、はい、セカンドステージのためにも快適にご自宅を片付けるとまたちょっと生きる気力とかも出てくるんですよ、はい、また新しい風が入ってくるので片付けるっていいことですよね、ただあの小野先生、横山先生、あれですね、丸岡社長の家はちょっと高く売れそうなもんがいっぱいありそうなんで、私が片付けに行く。ね、丸岡さん、行こう。でも行きたくなってきましたね。これ丸岡さんもらっていいかなっつって、ね、本当ですよね。あの実際、あ、すいません、行政書士の広金です、うん、よろしくお願いします。あの小野さんにスカウトされて、はい、小野さんが物の片付け、うん、私がお金の片付け、うん、要するに法律関係っていうことですよね。あのそれで2人でお金と物両方の側面から毎日の生活がこう快適になるように、あのその後の人生が安心して過ごせるようにっていうセミナーをやっているんですけれども、はい、先ほど丸岡さんの家には高そうなものがいっぱいあるっておっしゃいましたけれども、はい、そうですよ、あの実際たくさんのお家のお片付けとか最後の処分をお手伝いしましたが、まあお金が出ていく方が多いですね。そうですね。あの片付け費用の方が高くつくっていうのがほとんどです、はい、そうなんですね。あのですので、はい、あそれこそ一昔前でしたら本でも、うん、あの専門書だったら神田の古書店街が専門書を引き取ったりっていう時代もありましたけれども、はい、今はそれもなく、あの本当に処分するっていうのは片付ける方がお金がかかるというか、あの売ってお金になるというのほぼないと考えて準備された方が、ごめんなさいね丸岡さん、ね、俺残すも何もない全部使っちゃう、はい、でも全部使うって言ってもあの借金残されたらそれも相続されますよ ね、 そうなんですよね。あと財産が残っていてもあのうまく分けられるか、群馬だとほとんどの方が土地、はい、不動産をお持ちなんですけれども、うんうん、あの実家片付けに相談来てくださる小野さんが相談に乗ってる方たちは、はい、その物は片付けられても、うん、不動産自体が商業流通上の価値がない、うん、山を持っている、うん、畑田んぼを持っている、うん、家も山の上にある、うん、でこれを子どもたちに管理させるのかと、うん、あと固定資産税もあの物によっては、はい、価値の割には高くて払い続けられるのかっていうことがあるので、うん、そういうことも踏まえて、うん、片付けっていうのは何だろうねっていうのを2人でやっています、うん、やっぱりちょっと片付け
けると不動産価値とか資産価値も上がるんですよね、うん、だから売ったりとか貸したりとか、はい、あの今お店住んだりとかっていうのにもすごくこう、うん、あの次のステップに踏みやすいので、はいはいはい、できるだけ片付けをされてた方がいいかなっていう、うん、そうですね、その片付けも物だけではなくて、例えばリンチと境界トラブルがあるとか、あと群馬だと農地を皆さんお持ちだと思いますけれども、はい、農地を転用して家を建てても地目を変更していない、うん、何のことかわからないと思って、そうですね、英語に聞こえましたね、呪文のように勉強するのも呪文レベルなんですけれども、あのそういったあの手続きが中途半端ですと、はい、お子さんたちが相続した後の手続きっていうのが、うん、単に買い手が見つかったから手放せるっていうことにならないんですね、うん、手続き上中途半端な状態になっているので、うん、それを直してから初めて売却できるとか、うん、あのそもそもお亡くなりになった方の名義の不動産って動かせないので、相続登記をしなければいけませんし、うん、あと高齢になると意思能力、うん、まあ、あの自分でこう売りますってわからないってなると売れませんよね、うん、そうするとあの相続手続きっていうのも単にひいじいちゃんの名前のままだよっていう話ではなくって、うん、それをまず次はじいちゃんたちの代に誰にするか、その次にお父ちゃんたちの代に誰をするか、うん、でその中に一人でも、はい、自分で決められないっていう、まあ、認知症の問題も出てくると、うん、法的な手続きっていうのがさらに面倒になりますので、うん、あの長いこと放置していた不動産、うん、はい、あのこれはあのはっきり言って不動産の価値より手続き費用の方が高くなるっていうケースは多々あるんですよね、うん、あの街中のね一等地をお持ちの方であれば、うん、あの相続で取り合うっていうこともあるのかもしれませんけれども、今はむしろ売れない土地を押し付け合う相続っていうのが実際起きているので、でそれに荷物がたくさんあると、うん、はい、あの小野さんもそうですけど、私もほぼゴミ屋敷っていうのはたくさん言っちゃったですね。なるほどね、かなり物があるお宅、かなり物ある、そうすると不動産を売る前に物を片付ける費用が、うん、20、30万だったらまだまし、100万いく場合もあります、うん、ましてや分別などいろいろどんどんゴミ捨てのルールって厳しくなりますので、うん、で産廃業者入れれば産廃になりますから、うん、さらに費用はかかりますよね、うん、自分が毎日あの収集来てくれる人に出すゴミと、うん、産廃業者が呼んで処分するゴミっていうのはかかる費用が違いますよね、うん、そうですよね、なのであのそうなる前に綺麗にしておきましょうっていうのが小野さんと私の共通テーマなんですけど、はいはい、あ、なるほど、トマレさんここまで聞いていかがですか。いやもう本当に自分の実家のことを頭についちゃってすごいですもん、うちの実家も物で溢れて半端ないですよね、今母親一人で暮らしてますけど、なんかやっぱり不動産だとなかなかその後相続するときに本当に争う感じの相続になっちゃうんですよね、はいはいはい、だからできるだけ動産にしておく、お金にしといた方が分けやすいってことですよね。丸岡さん何か質問ありますか。だ日本人っていうのはその今おっしゃったその相続がね、うん、本来であれば次の代にこう正式にね受け継がれていくべきものがなんか揉め事のイメージ多いじゃないですか、うんうん、でだから、まあ、僕なんか逆に言えばほら子供がいないんでね、じゃあ自分の、まあ、資産とか財産かそんなないですけど、うん、まあ、いやもう全部女に分けちゃえばいいやとか、まあ、それ遺言書がないとそうなんですよ、そうあのね、あのなんだっけ、あの公正公正役は公正証書に遺言を残しておけば、ね、はい、あの、はい、一応ですね、遺言書を残す場合、残してほしい方は、はいはい、子供いない方、私もいないんです。ちょっと待って、本気にしないでください。何人ぐらいの名前が書かれるか、一人でも受け取ってもらえると。
まあでも一応勉強したんですよ。すぐそこにあるんだよ、あそこがこうして面白いからね。そうそうそう。そうですね。あの日本民法もいろいろ変わって、うん、最初は家督相続というのがあって、うん、要するに長男が継ぐとか、うん、家を継ぐっていう感覚の世代が、うんうん、まあ、今も元気で、その後民法が変わって子供たちが平等だっていう世代が出てきてますよね。そこの世代間の差っていうのがやっぱり一つの問題なんですよね、うん、あの平等っていう、ね、世代にとってはあの例えばお父さんが残した土地を半分兄弟でお兄ちゃんと俺とで分けるっていうのが当たり前に思いますけれども、家督相続の感覚、家を継いでるっていう人の感覚にとっては、うん、お母さんの、ね、面倒を見て一緒に暮らしてる長男がもらうのは当然だと、あの東京で暮らしているもう一人は、うん、あのそれ1000万の土地だったら500万俺もらっていいんじゃないと、ところが不動産しか残ってないと、うん、その人500万どうやって分けますかっていう話になるので、これご両親のどちらかが生きてる時は、うん、まだあのみんな遠慮があるので、うん、どうにか終わるんですけれども、あのご両親いなくなると嫁もいます、ね、そうなんですよ。だいたい第三者が入ってきちゃうからね。そう、もらえない人が口を出す。そういうことだ。なるほどね。だから娘さん同士で分けるときはそれぞれの夫が口を出す、うん、夫 の両親が口を出すこともあるので、あの法的な権利がない人が口を出してくると終わらないので、相続になるのは資産が5000万以下の方たちが多いんですよね。 それ以上の方は大体きちっと、ね、あの分ける分があるので、確かに、はい、なので実際には2000万とか5000万ぐらいの家1軒持ってて、保険があって預貯金があるぐらいの普通の家ってイメージするうちが一番争います。なるほどね。リアルな話ですね。その周りにはもうあの本当に仲が良かった兄弟なのに、はい、裁判沙汰にまでなっていない、その裁判費用がまたすごいというそう、あの私の知っているケースで200万の不動産を取り合って、片方は弁護士代500万、片方は弁護士代400万、取り合ってるのは200万の不動産、もうメンツの問題というか、意地の張り合いになってしまって、だからちゃんと遺言書を書いておいたらいいですよね。そう、なんか介護をしてくれた次男に、渡したいとかあるじゃないですか。そう、こういったところもね。だから自分のもまさしくそれです、うん、去年親父亡くなって、はい、3人兄弟の末っ子ですけど、はい、親父面倒見たり今も母親面倒見てて、はい、もう姉貴と兄は、はい、もういいよお前、あ、それはいい兄弟だから、だから今自分の土地になってますよ、ね、あのよく介護してる人が、はい、まあ、一緒に暮らして面倒を見てるので、はい、多めに持ってって、はい、いいよっていうふうになればいいんですけれども、はい、あのこれ法律でいうと寄与分っていう、あの特別にその家のために何かした人は相続多く持ってっていいよ的なものがあるんですが、うん、で今は法律が変わってその介護も寄与分として認めましょうとはなってきているんですが、実際のやり取りの場で寄与分を、まあ、算定するというか持っていくっていうのは現実的には結構大変なんですよ、うん、なのであの一番大事と書いといた方がいいですよね。あと普段から仲良しが大事、あでも仲良しでも、ね、その世代が変わるとそうなのよね。あのエンディングノートを僕去年からこうちょっと書き始めたんですよ、はい、そうなんですか。で、まあ、それは否定的なね、あの自分がそろそろやばいなじゃなくて、やっぱりエンディングノートで、ね、あれ自分でこう書くことによってね、はい、あのかなり整理できますよね。そうですね。相続がどうこうの一歩前の段階なんだけども、はい、ちょっと待てよとかさ、うん、あれそういやとかね、そうそう、あれ整理していくとね、で自分がどう生きたいかですよね。そうですね。例えば、あのもう80過ぎて癌になっちゃったら、もうあまり延命治療はせずにね、死にたくないようにしてほしいとかっていう人もいらっしゃる。そういうことも書いてあるんですよね。パスワードとかね。あのですね、市販の延命治療とは
あの銀行口座とか、あのそれこそパスワードとか書くのが出てますが、相続手続きから言うと、あれなくてもどうにかなるんですね。で、ですので、あの真面目な人はエンディングノートを書き込みすぎて、それ泥棒が持ってったらどうしますか。なるほどね。はい。で、相続手続きから言えば、銀行口座は番号わからなくても、どの銀行か支店名が分かれば大丈夫。で、保険に関しては、あの死んだら保険金くれるとかっていう保険会社ないです。こっちが請求して、そう、そうですよね、初めてもらうわけです。そうだから、そう、結構おっしゃるとり先生は、ね、はい、保険がね、はい、付き合いでいろんなもわけのいろんなもの入ってるんですよ。わけの通り、そういう人います。それがね、あと例えば、じゃあ例えばクレジットカードでもね、はい、例えば死亡保険がついてるとか、はい、例えばアメリカンエクスプレスがどうだこうだとか、はい、海外旅行だったら1億円降りるとかあるじゃないですか、ね、ああいう全然わからないですよね、知らないから、はい、まあ、とりあえず僕は親友に、もし俺に万が一のことがあったら、まずは携帯ぶっ壊してくれって言ったそれすごく大事先生は乗っています。そうですね、それを大切かもしれませんね。そうなら僕らもが入ってませんさあ、というわけでそろそろ時間が参りますいやもう本当にこの後の人生生きていくのが怖くなってきました楽しくなるために遺言書とか書して片付けるんだよね。そうですよね。私たちが最後に言いたいのは、はい、片付けられない人は片付け費用を残してから行くという。名言出ましたね。ありがとうございます。安心して、わかりました。安心して散らかしてください。かしこまりました。さあ、というわけでここで一曲挟みたいと思いますが、ぜひあの小野さんと広金さんのリクエスト曲をいただきたいと思います。では小野さんの方からいいですか。はい、ちょっとやっぱり片付けするの嫌だなって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、あの元気を明るくできればなと思ってまして、はいはい、私たちの青春の曲ということで、うん、岩崎よしみのタッチを。世代がバレちゃう群馬ですしね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。質問というかね、はい、せっかくこんないい、っていうかいい機会をいただいたんで、もっともっとこの片付けるっていうこと、についてはこれ広金先生のところにご連絡すればいいんですね。広金行政書士事務所、はい、はい、私のところでも、うん、小野さんの片付けのいろんなところでも結構なんですけれども、で私たち55歳からの片付け講座ということで年に4回セミナーをしておりますので、はい、時期が来ましたら何で探せばいいの、小野さん。高崎でやってるのでどうなんでしょうか。これなんか検索すれば出てくる。 OK です、大丈夫です、はい、高崎市の総合福祉センターでやってますので、はいはいはい、そちらの方にチラシを置かせていただいて、なるほど、出ましたらそこで、はい、はい、片サポ、はい、ね、人生の片付けサポート、人生の片付けサポート、もう丸岡さんお客さんですね。ね、皆さん言ってましたけどね。好き好き。
き勝手に生きてきた片付けていただいて、はい、思いついた時がチャンスですよね。まあ、作れとは言いませんけれども、あることで防げることはたくさんあります。作った方がいいと思いますけど、ね、揉めそうな気がする。匂いがする。匂いしますか。さあ、ともるさん、今日は素敵なお二人をお迎えしましたが、はい、いかがでしたか。そうですね、あの気になるのはもうすでにやっぱ老人ホームとか老健とかそういうところに入ってる方々の部分ってどうやってサポートしてるのかな。それは本当に、はい、ぜひあのケアマネさんだとか、はいはい、あの施設からご相談をいただくことがございまして、はい、そうですよね、ただあのご家族の方のご同意がないとできないこともたくさんあります、はいはい、ですのでお一人お一人の事情に沿って、はい、お手伝いできたらなと。特に意思能力がなくなってしまうと、うん、後継人をつけないといけない、うん、そうですね、社員が、はい、あとあの逆に資金的に厳しいことで方であれば、はい、生活保護の問題とか手続き上のいろんな問題があるので、うん、あの一件一件伺ってお話を聞くという形を取っています、はい、で特にあの小野さんと私2人でいつも思うのは、そういう施設に入っている方の後の不動産を片付ける、トマトを片付けるときにものすごく散らかっててかわいそうになっちゃうんですよ。多分、うん、あの誰も散らかす気はないけれども、うん、必要な荷物を取りに行く、はい、でそれ法的にできる人って本当はいないはず、限られてるはずですけど、緊急だから周りの人たちが一生懸命やってると思うので、うん、そうなる前に、はい、ご一報いただいてご相談、まあもうそういう状態であっても何ができるかっていうのはご提案させていただきますので、はいはいはい、はい、ぜひご連絡をいただければと思います、はい、ありがとうございま す, います。それでは最後にお一人ずつ一言リスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですけど、まずは小野さんの方からお願いします。照れてる。そうですね、あの一番先に言いましたけれども、気が疲れた時に気力と体力があるうちに本当に始められた方がいいと思います、うん、どんどんやっぱり年をね重ねると、あの気力とか体力とかが落ち込んじゃって何もできないっていうか、やろうと思ってもできなくなってしまうので、気がついた時にできましたら50代60代ぐらいから始められることをお勧めしております、はい、ありがとうございます。ひろかねさん、お願いします、はい、多分片付けってプロに頼むとか人に頼むのって恥ずかしいって思う方がたくさんいると思います、はい、思います。あと相続の話も近所の方し親戚に知られたら恥ずかしいっていう方いらっしゃると思います。ただ今少子化で皆さんあの家族全員が一緒に住んでいるっていう時代ではありませんので、プロに頼むって恥ずかしいことではないし、あの多めに揉めた後プロに頼むとすごく高くつくあの、うん、もうあの普通の状態の時にプロに相談していただくと、はい、安く幸せに暮らせるかな、はいはい、最初が肝心ですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、さあというわけで本日のゲストは広金行政書士事務所代表であります広金さん、そして実家片付けいろは主催の小野さんでした。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。リアル介護、群馬の介護をより良いものに。この番組は群馬の介護のことならタウン介護の提供でお送りしました。